マリサ、今日は何のお話かしら？今日は石とかの声方について話してみるぜ。うん、お願いするわ。この人な、石を越えるときに、2回、エンジンの音が聞こえるだろ？あら、確かにそうね。小さな石を越えるときにも2回エンジンの音がしたわね。これを、業界では、二度ずかしと言うんだ。間合いのない場所や、勢いをコントロールしたいとき、フロントを釣りたいとき、いろいろ応用できるぜ。この人の二度ぶかしは、この界隈では右に出る者はいないんだぜ。レビも、この人に憧れて二度ぶかしを使うようになったと言ってるぜ。あら、そうなのね。見てみたいわね。そうだな。これがレビの二度ぶかしらしいぜ。ああ、確かに、2回聞こえたわ。これが憧れて手に入れた、二度ぶかしというやつか。まあまあだな。そうね、まあまあね。他の人のも見てみようか。あら、メガネ先輩だわ。メガネ先輩のバイクは排気量が小さいので、聞き取りにくいけど、ちゃんと2回孵化しているぜ。メガネ先輩もやるわね。一度目でフロントタイヤを上げて、二度目でバイクと体を上げるんだ。だから二度目の方をしっかり吹かさないと、うまくいかないぜ。こちらは、先を見越した練習だけど、結果、見事な二度吹かしになってるぜ。先を見越した？どういうことかしら？リアタイヤを地面から離陸させる練習さ。この場所は若干斜面だからわかりにくいけど、下草とかない人工物なら浮いてるのがわかったと思うぜ。へぇ、すごいわね。つまりな、二度ぶかしの要領をマスターしないと、その先にあるいろんな技の習得は難しいんだ。ああ、これは T 先生ね。さすがに、先生のは比べようもないけど、随所に二度ぶかしが入っているぜ。ほんとだ、私にもわかるわ。だろ、二度ぶかしは、こんな風に走るための基本テクニックなんだよ。にしても、T 先生はうまいわね。ああ。たまに教えてもらえるだけでも嬉しいって、マルタのお仲間たちが言ってたよ。うん、そうよね。今日は二度ぶかしについてだから、注目はここな。どこかしら？いいか、見てろよ。フロント上げてからの、踏ん張ってのジャンプな。これが全てだぜ。バイクを使った競技だけど、やっぱり人間が動かないとな。そういうことなのね。では次に愛先輩を見てみよう。お願いします。相変わらず、笑い声がするわね。まあな。ちょっと、メリハリがないよな。そうね、今まで見てきた人たちに比べると、はっきりしないわね。2回目の時のエンジンを回す動作が足らないのかもな。エンジン回して、力を貯めてスパッと繋がないと。ジャンプの動作も足らない気がするわ。霊夢は目がいいな。これはレビな。こういう、グリップのいい場所では、二度ぶかしがいいよな。あら、何かやってるわ。エンストさ、まだまだだな。ちょっと、上がり損ねたけど、結果体が使えたみたいだな。そうなの？バイクに勢いがない場合、頼れるのは自分の体とエンジンの動力だけだ。自分ができる限りジャンプすることによって、リアサスの反動も最大限利用できるぜ。どういうことかしら？作用、反作用。ってことさ。ふーん。バイクがな、進む方向は、
引力やバイクが今進んでる方向やライダーの入れた力の合力で決まるんだ。こんなところを上がる時も、自分が飛び上がることで、最大限サスの力を借りるのと、自分の体の分、重さを軽くしてやるのと、自分の体の運動エネルギーでバイクを引き上げる意味があるんだよ。さっぱりわからないわ。体の大きなキレキレなおデブさんがトライアルやれば最強かも、という話。へぇ。じゃ、今日は以上な。ご視聴、ありがとうございました。